こんにちは、中学2年生数学ね、今日はね、連立方程式の解き方のね、2番目ね、今日はね、第2法っていきます。第2法、この前やったのはさ、あの加減法ね、式を足したり引いたりして答えを求めるやつね。今日はね、第2法っていって、形はね、どういう形かって言ったらさ、まず問題見てみようかね、問題ね。で、2問書いてありますけど、式を見てね、上の式 y イコール x マイナス4、下 x プラス 2y イコールマイナス8。2番目の問題はね、y イコール 2x マイナス10、y イコールマイナス 3x プラス5。こんな感じね、になってんだよ。で、まあ、式の特徴はどうなってるかっていうのはさ、まずね、代入法だから、なんか代入するわけよ。で、形はね、まずね、見るとね、y イコール式、こっちも y イコール式ってなってるじゃん。まあ、2番目はね、2つもね、y イコールになってるね。だから、やり方としてはね、いい？いくよ。代入法。読み方 OK ね、代入法。一方の式ね、一方の式、2つあるんでしょ、連立方程式。一方の式を他方の式に代入するの。ね、でして文字を消去して方程式を解くの。これがね、第2法ね。で、形としてはね、ここね、ここポイントね。いい。どちらかな、まあ、2つ式があるからさ、どっちかの式が x イコールなんとか、または y イコールなんとかがあるときは、普通は第2法で解く。でもね、第2法で解かなくてもね、当然な、移行して、なんとか x たす、なんとか y や数字の形を2つにして、加減法で解けるからね。でも、まあ、第2法で解けっていう問題が出たら、解きましょうって出たら、これでやらなきゃいけないからね。じゃあね、でね、あと大事なのは、式には括弧をつけるんだよな。意味としてはね、この意味ね、なんで代入するかって言ってな。で、みんなほら、もう計算してきてわかるけどさ、答え出てくるじゃん。最後答え、その x は数字になってて y も数字になってるんだけど、その x は例えばこの式だったらね、上のこの x とこの x は同じ数字なんだよな。で、 y は出てきたらこの y とこの y は同じ数字になるはずだよね。同じにならなきゃいけないんだよな。それが答えの意味だからね。だから当然この y はこの y と同じだから、今 y っていうのは x-4 ね、この問題では。だからここの y は x-4 と同じですよっていう意味。だからこの式ね、下の式の y に上の式を代入するの。まあちょっとね、分かりにくいかもしれないけどね、答えの意味が分かればね、言ってることが分かるよね。だって y とこの y は同じだからね、数字がぶち込めんだったらね、代入できるんだったら文字も代入できるからね、というやり方。じゃあ実際解いてみるからね。ね、じゃあ丸一番ね、上の式と下の式にね、ちゃんと番号を振ってね。で、当然 y イコールになってるから、ね、1を2に代入だよね。ちゃんとこれ書いてよ。1を2に代入。OK、ちゃんとこれ、ね、代入する。で、代入するときは式に括弧つけてね。じゃあ、いきます。ここでね、この y でね、括弧つけて代入だよね。ここが括弧なのかな。2括弧。ここでね。ここじゃん。で、これで括弧外すのね。括弧外すのね。で、もう今文字消去しちゃったからね。文字消去したからね。y 消去しちゃったから当然 x の方程式な。ここでね、間違いないよね、方程式がね。ちょっと苦手な人はね、ここでね、練習してるちゃんとね。で、全部書いてみるね、ちゃんとね。こうでしょ？で、それぞれ計算するじゃん。0だね。例題で0って珍しいけどな。まあ、とりあえず、あとで確かめするからね。で、答え、これ x は0な。
うん、でね、出たらさ、どっちの式に代入してもいいんだよな、この y の部分ね。普通はね、上ね。普通は上。なんでって言ったら、y イコールってなってるのね。じゃあ、上に代入するかな。丸1に代入。こっち書くよ。代入するんじゃん。と、y は0引くの。ってことは、y イコールになるんですよ。で、ここでさ、答え出たからな。とりあえず答え書きます。0でマイナス4ね。で、ここでだよ。ここで確かめなきゃいけないな。確かめられるからね。2で確かめ。ここで注意するのはさ、いいか。余った数字あるね。左と右が同じってことだね。で、今はね、連立、代入っていうのは加減法の時ってことね、同じだからね。こっちの式に代入して、マイナス8になるね。だから、ちょっといくよ。こいつを計算するんだよな。代入するよ、これね。代入するよ、これね。0足す2かけるマイナス4。ね。0引く8。で、これとこれ比べるんですよ。OK ね。合ってるな、これな。合ってるね。合ってるね、これね。OK だね、これね。よし、これ OK だ。OK。だから答えはね、0かもないですね。これはね、こういうのが代入法っていう。ね、だからね、1番の式はな、マイナス x プラス y イコールマイナス4ってやって、2番の式とやると加減法で解けるね。OK ね。では、もう1問ね、ちょっと練習してみましょうか。今度はね、2番目はね、ちょっとね、確かめがね、ちょっとね、意味分かってないと確かめがちょっと難しいからね。で、いきましょうか。では、2番目。お、これ、両方とも y イコール y イコールってなってるよね。1番、1番、2番と番号でしょ。したらね、どっちかをどっちに代入しても同じ形になるからね。で、1を2に代入してみるか。いや、ここからいくよ。1を。こいつをこれにね。こいつをここだよな。これをここに代入するから。カッコつけてね。この場合何もない数字ないけど、ね、とりあえずちゃんとカッコつけない。これね。これで Y ショックですよね。で、カッコ外すでしょ。で、移行するんだよな。しっかりね、方程式ちょっと苦手な人はさ、ここで一次方程式の練習を必ずするんだよ。いい？こいつ計算ですね。それぞれ計算。OK ね。で、両辺5で割るんだね、これね。5分の1かけてみるけど、普通5で割って、答えは3。OK ね。で、出たじゃん。出たら、もうこれ見てわかんないと次 y だから y を求めるからね。両方とも y イコール y イコールだから、どっちに代入してもな。反対に出てくるね。じゃあね、丸2に代入してみようか。x イコール3を丸2ね、に代入ってことはいいか、 y イコールマイナス3、ここが3で、ここでね、 3が9、マイナス9プラス5イコールマイナス4、いい？で、 y イコールマイナス4ね。答え一応書きます。とりあえず答え書いておけよ。三かのマイナス4。でね、これで終わっちゃダメだね。必ず確かめを出してね。で、ここでね、ここの確かめがちょっとね、間違いやすいからね。で、2でやったから1で確かめるんだけど、いいか？この式の場合ね、左にも右にもね、式が文字とかもあるからね。
で、まあ、丸一の問題だったらね、確かめてきた。右側は数字だったじゃん。加減法の時も絶対数字だったんだよな。でもこの場合はね、文字が入ってるから、この場合どういうことかって言ったらさ、とりあえず、この y っていうのと 2x-10 っていうのは同じっていう意味だからね。いい？ y っていうのと 2x-10 ってのは同じなのね。だから、左と右が同じにならなきゃいけないわけよ。最初からイコールつけないんだよ。だから、y ってやつと 2x-10 ってやつ、こいつを計算するんだよ。分かった？だからもう y はいいよね、これね、マイナス4だからな。で、こいつ、ここで、ね、x3 だから、2×3 引く10だよね。これを計算してるんだね。2×3=6。OK？ ってことは、OK な。で、ここで比べんだぞ、こことこう。これとこれを比べんだ。OK？ いい。これとこれ比べるね。そしたらこれ同じだよな。同じになってね。同じになったからこれね、合ってんだわ。OK。OK ね。大丈夫ね。で、これね、この確かめな。ここでイコールつけないでよ。かな。つけちゃダメ。こいつと左と右は同じになるね。左と右も同じ。だ今結果はマイナス4でね、同じになったわね。だからこいつ答える。OK な。でこれがね、連立方程式の解き方の2つ目ね、代入法。結構ね、この代入法ってできない人いるからね、加減法ばっか練習してるんだけど、普通加減法しか使わないけどね、代入法っていうのはね、y イコールと x イコールって式になってたら、その式をね、次のもう1個の式に代入して求めていく、ね。そっちの楽な場合もあるけど、あんまり出ないけどな。まあ、でもね、これ、途中式書きなさいっていうのね、まあ普通の学校だったら、1問はでかい問題で出るわけね。だからね、ここはね、よく練習して、頑張ってやっててください。はい、ありがとうございました。